はい、皆さん、えー、お久しぶりでございます。おはようございます。あの、やっとですね、緊急事態宣言が、解除されて、先週からこのようにですね、えー、皆さんと顔を合わせて行うことができて、本当に心から感謝しております。えー、まあ、前もちょっと言いましたけども、何、もうとにかくですね、もう誰もいないところで、あの一人であのね、あの、カメラに、 カメラに向かうんですけど、カメラに向かうことを忘れてましてね、えー、ずっと下見てるじゃないかみたいな、そういうこともありましたけども、まあこのようにですね、まあ対あの、まあ比較的レディスはですね、皆さん、あの、お静かで、<laughs> あんまりあの、 反応にどうしいんですけども <laughs>、ま、それは気にせずにですね <laughs>、い、行きたいと思います。はい。私はですね、マルコの福音書から順番に見ているんですけども、まあ、今日はですね、14章、まあ、14章長くてですね、まあ、いくつかに分けたいと思いますが、今日はその2回目をご一緒に考えたいと、ま、思うんですね。まあ、あの、内容としてはね、テーマは、異常事態可の 異質な祈りというなんか、あの、怖そうな感じなんですけども、まず、前回ですね、私はここで、ま、イエス・キリストの最後の晩餐というところをえ考えたんですね。 この、ま、杉越の祭りという、いつも毎年行っている、その食事が、イエスにとっては最後の晩餐になったと。もう、十字架にかけられる直前に、この弟子たちと晩餐をしたというね、ま、そういう箇所を見たんですけども、ま、この最後だということで、ま、その直後になるんですね。続きになるわけですね。どんな異常事態下であったかと、 いうことをですね、見たいと思います。ま、ああの、ええー、このコロナ禍でですね、ま、あ今まで経験してこなかったような、もう異常な事態が、もう本当に2年続いてるわけですけれども、ま、あでも、この中でですね、ええー、この今日のね、事態は、まあ、どういう事態だったのか。 ということですね、まず聖書から見ていきたいと思います。まあ、聖書がある人は、マルコの福音書の14章をまあ開いていただきたいんですけども、まあこの、えー、これもね、あの、コロナの影響といいますか、まあ、皆さんにね、聖書を、あの、いつもね、こう貸してたんですけどね、お貸してもう聖書いっぱいあるんですけども、あのー、まあ、貸したらね、その後、消毒せなあかんと、っていうことになりまして、 で、あの、まあ、ビニールでね、ちゃんと覆ってたら消毒し、あの、しやすいんですけども、それ、実はそうしてないんですよ。だから直接、あの、消毒できへんしね。で、あの、ペーでもやって開かれたらですよ。開かれたら、中までね、今日使ったとこもちろん1ページ1ページ消毒することもできませんし、じゃあもう貸さんとこということでね。でもう、貸してないんですよ。で、貸さなかったら、 どうするかでも、これ前にもう掲示するしかないということで、まあ前に見言葉をね、こう掲示するようになったんですけど、まあこれがですね、あのー、まあなかなかね、えー、これ時間がかかるんですね。えー、まあコピーして貼るだけなんですけどね。貼るだけなんですけども、はい。例えばこういうのね、まあ皆さんにこう読みやすいように、 あまりもうごちゃごちゃになりますとね、見にくいかなと思って、えー、まあ、あね、やるんですけども、14章のですね、27節というところからですね、途中ですよ。14章の途中からです。この、ば、最後の晩餐が終わって、席を立ち上がってですね、まあ、オリーブ山というところに、まあ、向かわれることになったんですね。その場面です。異常事態は、どんな異常事態かをまず見ますね。 イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、つまずきます。私は羊飼いを撃つ、すると、羊は散らされる、と書いてあるからです。と書いてあって、あなた方ね、これ羊飼いで自分のことなんですよ。自分を撃たれると、羊は散らされる。羊というのは弟子たちのことなんですね。羊は散らされる。 って書いてるので、皆さん今からつまずきますよというね、そういう宣言なんですね。えしかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますと。とっていうのが、これがイエスの言葉なんですね。すると、29節。するとペテロがイエスに言った、たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。 と言ったんですね。まあ皆さんのクリスチャンからね、励まされたことはあると思うんですけども、いや、必ずつまずくって言われたことありますかいや、信じようと思うんですけど、いや、絶対つまずくからって言われたら誰も嬉しい気もしませんよね。ペテロという人は、まあ一番でしたも言われてますが、ペテロはですね、たとえ皆がつまずいても、私は絶対につまずきませんというふうに、 ここで宣言したわけですよ。するとですね、即またイエス様が答えられました30節イエスは彼に言われた誠にあなたに言います。まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。というふうに、まあこれね、予言ですよね。これから起こることを予告されたんですね。 ま、それを聞いたとき、ペテロはどう言ったか。あ、このマルコの福音書っていうのは、この、ペテロがね、この語ったことを、マルコが筆記したというふうに言われてるんですね。ですから、この気持ちとしてはね、この、ペテロの思いが、ふんだんに、この、入ってる福音者だというふうに言われてるんですよね。まあ、ここ、詳しく書いてますね。 で、ペテロがですね、実はその後またこう言ってるんです、言い返してるんです。31節ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは、決して申しません。と、皆も同じように言った。と書いてますね。はい。えっと、ここまでですね、まあ、異常事態の様子を見たんですけども、え、このね、展開は、またあの、次回行いますね。 この後どうなったかということ、この後というか、このことについてどうなったかというのは、まあね、あのー、すごい展開になるんですが、まあそれはこれ次回やりますね。ということで、まあこういう非常事態の時にですね、その後、イエスがですね、祈ると場面が出てくるんです。で、こういう感じです。32節。さて、彼らはゲ、ゲッ、セマネ。まあこれは、 そのまま読むと、月瀬セマネになりますか月瀬セマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたという場面です。異常事態の中で、イエスは祈りたいと。ここで今から祈る。月瀬セマネというところで祈ると。 あの今でもゲッセマネという場所はありますからね。イスラエルに行くとそこをまあ見ることができます。まあ、油絞りという,う意味なんですけども、あの、オリーブをですね、こうオリーブを作るためにこう絞りますね。まあ、絞る意味でもこう絞るんじゃないです。あの機械で、機械と言いますか、石のね、重みで絞っていくんですけど、まあ、そういう場所なんですけども、そこでイエスは祈るというところですよ。さあ、今日もですね、3つの 観点で考えていきたいと思いますが、まず一番目、祈りです。あの、この一番が非常に大きくなりますので、2番、3番はさらっといきます。一番、祈り、相手はどんな方はい、皆さん今まで,でね、あのー、まあ、教会に行ったことなくても、あのー、祈ったことはね、まああるんじゃないですかね。生まれてからこの方の祈ったことがないっていう人いますか 多分ね、いないと思うんですね。あ、あの、形はね、いろんな形、いろんな方は、あの、まあ、ね、別にして、とにかく、何かに対して、こう、祈った、なんね、してください、とかね、そういうことは誰しもあると思うんですけども、えー、今日まず考えるのは、まあ、祈り。まあ、祈りというのは聖書の中でも何度も出てきますし、まあ、クリスチャンはね、えー、祈るというふうに、イメージを持っている方がいるかもしれません。さあ、この、祈り。 誰に祈るんですか神様に祈ります。聖書が言ってる祈りっていうのは、この天地を作られた全知全能なる神様に祈ること。この、この祈りがね、まあいわゆるこれしかないです、祈りは。あの、えー、木や石や、まあね、私の家の近く、私の家はですね、大通りになるんですよ。 あ、大通りというのは江戸時代が大通りだったんですね。江戸時代の大通りであの、高野街道と言いましたね、天皇寺からこの荒野山に向か、向かっていく街道があるんですけど、その街道沿いに、ね、私の、街道でちょっと外れたところに私の家があるんですけども、その街道ってね、あの、車2台行き違いできないぐらいの狭さなんですよ。昔の街道っていうのは車ないですからね。ですから、そんなめちゃ幅広くないんですね。 めちゃくちゃ細いんです。で、めちゃくちゃ細いんですけども、それが街道なんです。昔の街道ね。で、なんでわかるかって言ったら、両側に、まあ、そういう、あの、ちゃんと記録も残ってるのです、両側にお寺があるんですけど、道の右にも左にもお寺あるんですけど、まあ、このお寺の敷地ってはもうね、えー、多分、少なくとも江戸時代には変わってないと思いますね。どれぐらい前から知りません。もうその幅がね、めちゃくちゃ細いんですよ。もちろん今、車は、 あまあ、私のところは一方通行じゃないんですが、普通一方通行ぐらいの広さです。で、車が通る、いわゆる主な道というのは、もうずらして作ってますね。はい。でですね、その、おところにね、いくつか祠があったり、えー、お地蔵さんがあったりね。で、必ずそのあたりに、この行くときにですね、拝んでる人がいます。 それも門を入らずに門の外から、ちょっと見たらこう、まあ、いわゆるちょっと像が見えるわけですね。その像に向かってこう拝んでる人がね、よく見ますね。これは、まあ子供はあんまり見たことないけど、大人の人で拝んでる人を何度も見ます。子供はですね、あの、地蔵盆と言いましてね、あの、 いつよあるか知らんけど、なんか割としょっちゅうあるな、みたいな感じですけど、地蔵墓になりますとね、こう地蔵の、地蔵が、の前になんかこの、テントみたいなのが張って、で、そこにこう、ね、台みたいなのがね、作られて、そこにね、うずたかくお菓子が積まれるんですよ。で、そこ行ったら子供はですよ、大人がおないのかな行ったことないかしらね、子供はね、お菓子くれるんですよ。で、そういえば、 私も昔、田舎でね、行ってましたわ。あのー、で、行ったらね、お菓子くれるんで、で、あちこちにあるでしょ。で、それを回るわけですよ。で、行っただけで、それた拝んでないんですね、覚えて、覚え、その、拝むと近くに行けないぐらい、ぐわーっと広がって、そこにぐわーっとおやつが積んでるので、そこ行ってはね、はい、行ってよく来たねってもらうんですよ。で、拝みもしないでですね、そのお菓子もらってまた次のとこ行って、 でまた次のとこ行ってみたいな感じであれで親しみ込,み込み上げできますよねお地蔵様って今言ってしまいますけどねあのまあそういう感じでこう祈ってる場でもそれは聖書から言ったらあの本当のねその祈りじゃない残念だ祈りだその祈りたい気持ちは分かるけど対象はねそれは木や石で物も言わない 偶像だよというふうに、まあ聖書は言うんですね。聖書が言っている祈り、相手は神です。全知全能なるかです。さあ、この全能なるかということで、まあ私たちはこのね、全能ということなかなかこうピンときにくいんですけども、えー、今はですね、もう本当にこの技術の時代でね、科学技術の時代で、まあ全能ということがどういうものあるかってことをちょっと彷彿させるものがいろいろありますのでね。 え今日はそれをちょっと考えていきましょう。顔認識技術という。ね。顔認識技術。で、まあ皆さん、今皆さんはね、もう完璧にマスクしてます。で、マスクしてますけどね、一応ね、わかります、誰か。ね。この人って言われたらね、すぐ名前出ていけへん場合、これはよくあります。ね。えー、また最近ではですね、この人とか言われたらね、 あの、結婚する前の旧姓が出てきたりとかですね。<laughs> もうビビってしまいますけどね。まあ、その、顔をね、認証してるわけです。私がね、この人って言ったらね。で、その場合、皆さん今マスクしてますから、鼻も隠れてる。ね、法令線も隠れてる。ね、えー、見るのはその目。目しかないんですよ。あともその、顔のその輪郭ぐらいしかわからないわけですよ。まあ、眉毛もそんな覚えてませんしね。でもわかる。 これは認識してるんです。私の脳は認識してるんです。で、この顔認識技術というのが、ものすごくね、この20年ぐらいでも発達してきました。20年前ぐらいに、例えば、パッとカメラで映してね、これ、誰々やっていう認識するのに、えー、だいたいね、100人認識すると20人ぐらい間違ってたそうです。ところが、今、 それから20年経って急速にね、今まあ AI ってよく言うでしょう人工知能って言うでしょうで、それで、えー、判別しますとね、セント切ってるそうです、ね。だから100人パッと判、判認識させて、そして1人間違わないぐらい、この認識の精度が上がってるんですね。で、これをですね、まあ中国なんかね、ちょっとこの、非常に 怖い感じで使ってますけども、日本でも今、どんどん使ってますね。で、どういうのに使ってるかと言いますと、例えば、あのー、万引き防止。あの、万引きってね、年に5000億円ぐらい被害あるんですって、日本で。5000億円ですよ。で、小さな店とか、まあ本屋なんかはね、 もうその売り上げよりも万引きしての被害なんか大きいので、もう商売上がったりやっていう話も時々聞きますけど、まあ、そんなあるんですね、でね、その防止するのに、この認識技術が使われてましてね、その,あの、まあ、タグとかよくあるでしょう、タグね、あのレジ忘れて出てしまうとか、そんなないですか、それはないでしょうね、あのね黙って出たらビーってなるやつね。 このタグなんてね、全部につけられないですね。高いもんだけついてるんです。タグがついてる店はね。で、えー、そういうのタグではちょっと無理だと。で、防犯カメラも全部をね、こう資格をなくすのもできないということで、どうしたらいいかっていうと、顔認証技術でですね、この、おこの人ちょっとやったんちゃうかな、みたいな、このデータをね、いくつか集めるそうですね。 そして何回かやりますとですね、その人が、この人じゃないかなっていうのがデータとして集まってくるそうです。そして、あ、どうやらこの人犯人みたいな、まああれ現行犯じゃないと逮捕しにくいので、きないので、えー、というのが分かったら、それをですね、今度、その防犯システムにそのデータを送るそうですね。その防犯データのシステムは、こう、どんどん入ってくるお客さんをね、カメラでピゃッと映してるんですよ。 映した時にその犯人この人じゃないから以前やったみたいやな。という人のデータとパッと符合してね。あ、ちょっと怪しい人来たっていうのが、このあのオーナーじゃないけど、その店番の下にピッと流れるそうですね。ということで、その人来たらね。ちょよう監視するんですよ。こうやってこうやってね。で、まあ、うちの子供もあのコンビニでバイトあのしてましてね。 なんかあのそれらしいもの、人とか、なんか半分捕まえたとか、そういう話、よく聞くんですよ、めょっちゅうあるみたいですね。で、そういうのが使われて、今ですね、あの非常に効果があると、3分の1ぐらいにね、被害が減ったというのとか、これはね、あのやばい、二度とやらんとこそんなこと思 <laughs> う人誰もいないと思うから、これ、はあまり非日常だからね、もうちょっと日常のにいきますと、やはりこれ、お店、これ、お店は被害じゃなくて売り上げです。 で、売り上げで、大体あの、物を買いますとね、あの、パってバーコードで出,出ますよね。で、そうやると、こう何を買ったかっていうのが、えー、店としては情報が何時頃、何が売れたかってがデータとして残ります。だからコンビニなんかは、えー、売れた分がまた補充するために、そのどんどんのデータがまた本部に行って、そしてなくなったものがすぐ補充できるように、次の便で来るようにしてるわけですね。で、それはね、その、 誰が買ったかまで分からないんです、ね。何を買ったまでしか分からないんです。で、顔認証システムを使いますと、入ってきた人にみんなカメラがね、こう見てますから、こう分かるわけですね。で、それをパッと認証した時に、ね、これは誰かを特定するんじゃないんです。誰かじゃない。これだともうプライバシーの侵害になりますから。ではなくて、男か女か、それから何歳ぐらいか。何歳ぐらいかなんか。 わかるんかいなと思いますけどね。わかるそうなんですよ。で、この男か女か何歳ぐらいかで何時頃どれぐらいの人が来るかというデータがずーっと集まりますとね、そんな人たちが何買ったかがわかるわけです。そのレジのデータとね、合わせますとね。で、結局そうしたら、あ、この時間帯は、例えば男女の比率で言えばこれぐらい 女性がたくさん来る。男性がたくさん来る。何歳くらいの人が来るというのがわかるわけですね。そして、それに見合った品物を、その時間、例えば夜だったら夜に、たくさん準備するとか、目立つとこに置くとかいうふうに、工夫されているそうなんです。ですると、売り上げが上がるそうなんですよ。だから皆さんが何の気なしにスーパーに行きましてね。そして、あ今あるわと思ったら、もしかしたら、 もう見透かされてね。もうあんたみたいな人必ずこれ買うからみたいなことが、もうバレてるかもしれない。そういうのちゃんと利用されてるかもしれない。よく言われるのは、そのレジの近くにこう、ぶら下がってるお菓子とかね。あの、安いのがポッとこう、うすぐそばに置いて。レジ待ってる横にかかってるとか。そういう時にこう、レジ待ってる間にね。おってこう、入れたことありませんかね。そういうの何が置いてるかって言ったら、 買いそうなものを置いてるんです。そういうものがね、ちゃんともうデータが分析されてるわけなんですよ。で、そういう認識システムというのが、まあ今ね、世界中で使われてます。何億人という人をもう一瞬のうちに判断できる。誰かということも判断できるんですね。で、これはですね、とにかく100年前、50年前でも、もう 想像もできなかった。私たちが、例えば神様にお祈りしたらね、神様何億人もおりその祈りどうやって聞けるんだみたいな。そんなふうに誰でも思いますよね。もう誰の声かとか、誰が祈ってるのかどうやってわかるんだみたいに思うかもしれませんけども、今ね、人間の技術でもですよ、これ誰か、なんてて一瞬でわかる。人間の声でもですね、これ誰か一瞬でわかる。 そんな時代に私たちは生かされてるんですね。そして、このね、全知全能なる神様に対して私たちは祈るように進められてるんです。そしてイエスも祈ってるんです。そしてクリスチャンは祈ってるんです。この方に祈ってるんですね。この方に打ち明けることができる。相談することができる。はい。じゃあですね、次にね、あの、様々な祈りについてね、 ちょっと皆さんに紹介したいと思います。まあ、祈りの言葉というのは、まあ、有名な主の祈りというのがありますけれども、まあ、それはね、有名なので、えー、今日はもう後回しというかね、時間があったら言いますが、あの、いろんな祈りの言葉があります。で、これはね、何度も、あの、取り上げられてきたので、多分覚えがあるかもしれませんね。 これどうですかラインホールド・ニーバーという人の非常に有名な祈りなんですね。静音の祈りというふうに言われるんですけども、こういうものです。神を変えることのできないものを静音に受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと 変えるべきものを区別する賢さを与えてください。ちょっとこれ、ややこしくて何言ってんのかなって <laughs>、あの、わかりにくい人ね。あの、ゆっくりね、覚えたらいいと思いますよ。私たちの周りには変えることのできないものがたくさんあります。変えることのできないものを変えるように、どんだけ頑張っても、しんどいです。辛いだけです。ストレス溜まるだけですね。変えることができないものはね、静音に。 っていう。まあ、これあんまり使わないですね。あの、穏やかにっていうことですね。平穏というふうにあの訳す場合もあります。まあ、もともと英語なのでね、日本語に訳している。あの、静かに受け入れる力を与えてくださいって、こういう祈りね。で、行あ3行目は、変えるべきものを変える勇気を。この世界には変えらなければならないで。変えるべきものがあるにもかかわらず、 変える力がない、勇気がない、というものはいくつもあるんじゃないでしょうか。ということで、変えるべきもの、ね、変えることのできるものっていう場合もあります。変えることのできるものを変える勇気を与えてください。そして、変えられないものと変えるべきものを区別できる、区別する賢さを与えてください。まあこれ、知恵とも訳せますね。で、こういうね、 祈りというのを、あの、まあ、いくつもあるんですけどね、えー。自分の中で祈る人もいます。でもこれあの、あのおまじないじゃないので、えー、これ祈れば大丈夫とかそういうもんじゃありません。でも非常に質さを飛んでると思いますね。このあの祈りはいろんなところに使われてるんですけど、前も言いましたかね。例えばあの、えー、アルコール中毒の方ね。 ええー、まあ、彼らを構成する、そういう自助グループみたいなのがあるんですね。ええー、まあ、あの、アルコール中ではちょっとあまりかもしれませんけど、例えば禁煙とかね。でそういう、ちょっと中毒っぽいというか、依存的な人たちが、弱さを持った人が集まって、そして、えー、お互いに励まし合いながらね、まあ、男子館はそうだな。これ、あの、この祈りをね、 みんなでしたりとかするんですって。まあ、神をね、入れない場合もありますが、まあ、それで非常に有名になりました。クリスチャン以外の世界でも非常に有名になったんですね。で、実はこれにはね、続きがあります。非常に有名なのはここなんですけども、例えば、あの、続きでね、ナリン・ホード・ニーバーと,とか書いたんですけど、一日一日を生き、この時を常に喜びを持って受け入れ、困難は平穏の道へと、 受け入れさせてください。続き、これまでの私の考え方を捨て、イエス・キリストがされたように、この罪深い世界をそのままに受け入れさせてください。という祈り。あから。あなたのご計画にこの身を委ねれば、あなたが全てを正しくされることを信じています。 そしてこの人生が小さくとも幸福なものとなり、天国のあなたのもとで永遠の幸福を得ると知っています。という祈りですね。まあこれがね、まあ、最初は読んだのが非常に有名なんですけども、あのー、もう一つですね、あの、紹介したいのは、フランシスコの祈りというものです。フランシスコっていうのはこの、これは、あ、あのー、有名な修道僧なんですけど、 あの、サンフランシスコってありますよね。アメリカへね。これ、サンフランシスコはフランシスコからちなんで付けられた、あの、名前なんですけども、このフランシスコの祈りと言うんですけど、実は、フランシスコを作ったんじゃないと。いう、そうですね。えー、あまりにも有名になったらね、フランシスコの祈りと言われてますけども、あの、実はこの人が生きてる前から、原文はあったというふうに言われてます。えー、でも、どっかで聞いたことがあるかもしれませんね。 はい、こんな祈りです。主よ私をあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を置かせてください。分裂のあるところに和合を置かせてください。誤りのあるところに真実を置かせてください。疑いのあるところに信頼を置かせてください。絶望のあるところに希望を置かせてください。 闇のあるところにあなたの光を置かせてください。悲しみのあるところに喜びを置かせてください。死を慰められるよりも慰め、理解されるよりも理解し、愛されることよりも愛されるよりも愛することを求めさせてください。なぜなら、与えることで人は受け取り、忘れられることで人は見出し、許すことで人は許され、死ぬことで人は永遠の命に、 復活するからですあそうだ、ここまで。はい。これがフランシスコの祈りね。あ、すみません、あの、もしね、今の祈り良かったっていうね、欲しいという場合はね、コピーしてあげます。ね。もうコピペしたらすぐすみますからね。メールで送ってあげますから。ね。あの、自分でできるという人は、ウィキペディアで検索してください。フランシスコの祈りで全部出てきます。はい。 じゃあですね、これはね、えー、クリスチャンたちが作った祈りなんですよね。まあい、いつも祈ってたんでしょうね。で、次に見るのは、これは、あの、聖書の中の祈りです。ところがね、この祈りが一時期、もう大ブームになりました。大ブームといっても、日本ではありません。日本ではこんなのブームになりようがありませんね、えー。アメリカでですね、大ブームになってね、えー、なんとその祈りを使った本が、 900万部売れたんです。900万部でね、あの、ミリオンセラーって100万部売れてももうベストセラーなのにね、かける9ですよ。900万部も売れたという、その、今からご紹介する祈りについての本、ね。この祈りは聖書の中に出てくる祈りです。ところが、あんまり、あの、気づかなかったと言いますかね、あんまり目立たないところなので、 日の目を見なかったと怒られますけども、こんな祈りです。これね、短いですよ。一枚で終わります。第一歴代史の四章の九節十節というところなんです。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあって、災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。あの、正直言ってね、 ちょっとラインホールドニーバーの祈りの方がいいかなみたいに思ってしまうようなちょっと普通じゃんみたいなそんな祈りにと思わないでしょうか。この第一歴代史の4章というのはですね、まああの興味のある人は家帰ってね、第一歴代史をちょっと開いてみたらわかるんですけども、開いた瞬間にね、もう見るのやめますよ。なんでか言ったら第一歴代史の最うのは最初はっと あとね、まあ、この4章もそうなんですけど、経図が載ってるんです。マタイの福音書の最初に、えー、ね、まあ、日本語の聖書といえば1ページ、全部、ほとんど経図なのを、覚えてますかまあ、マタイの福音書を見て、もう経図だらけでね、全然本気しない。ところがね、もう序の口なんですよ。この旧約聖書の第一歴代史と言いますとね、もう何ページにもわたって、経図がずーっと載ってくるんです。いわゆるアダムから始まってです。 で、ずっとケースが載ってんのに、その中にね、ぴょこんってこんな言葉が入ってるんですよ。ぴょこんって。まあ、この言葉の前にですね、えー、この人のことが、この祈りを書いた人が出てくるんで、ヤベツという人が出てくるんですけど、このヤベツという人はですね、まあ、あの、お母さんが痛みのうちにこの子を産んだって言ってね、まあ、それはそうしか書いてない。 で、彼にヤベツという名前をつけた。ヤベツっていうのは痛みという意味なんですね。痛みなんていう言葉ね。誰が子供につけるでしょうか。まあでも、時々この旧約聖書の中ではね、あの、弱いとかね、主に捨てられるとか、そんな名前をつけられた人もいるので、まあこの場合ね、このヤベツというのが、どうし、どういう痛みをお母さんが受けたか、そこは書いてないんですよね。でも、この、 痛みを持って生まれたこのヤベツが、ま、祝福されました、ということがね、あの、書いてるんですね。まあ、この祈りの後に、神様は彼の願いを聞いてくださったって書いてるんです。で、この一文です。これがね、矢別の祈りということで、じゃあ私たちはね、まあ、これはクリスチャンに向けてね、私たちは、あの、神様にね、こんな祈りしてるかなこんな祈りしたらどうだろう 祝福されますよという本を書いたら、900万ぶりなんです、ね。で、日本でもね、第2冊目までは発行されましたけどね、多分ね、1万部いってないと思います。あちょっと調べてないかわかんないけど。あの、日本では、そういう本は、あの、普通売れません。だ一般書店に出ないから。でも、 世界的には大ベストセラーになりました。この祈り。こういう祈りを神様にしてみましょうっていうことなんですね。ところがですね、まあ、まあ、その祈りを使いましてね、この矢別の祈りの子供版とかね。あの、わかりやすく、もっとわかりやすくした子供でも祈れるように矢別の祈り、子供版とかね。それとか、あの、今のラインホールドニーバーの祈りだったら、そういうあの盾を作って、えー、売ったりとかね。 そういわゆるあの関連グッズですよ。その関連グッズを作るとね、またあちらでは売れるんですね。ね、もうボロ儲けしちゃうみたいな感じでものすごくあの注目しますとね、あの文句じゃないんですけど、いろいろこう言う人もいますね。で、今はもう20年前ですからもう完全にブームは去りましたけども、あの、その当時ね、 いろろいい言われたことがあるんですねいやちょっとあのね、えー、なんか運動ってちょっと、えー、怪しいなと。で何が怪しいかたらこの言葉自体はね祈りですからあの素晴らしい言葉だと思います。でもねその人がこんな風に書いてたんです。皆さん、ね、朝起きたらこの祈りを唱えてください。そして1週間に1度はね この本、この本にでもね、あ、こんな本なんです。ね。こんな本なんです。薄いんですよ。薄いからね、もうほんまにもう1時間もあったら読めますね。バーッと読んだら、1週間に1回この本ね、読んでください。っていう風に、まあこれをね、えー、書いた人が書いたんですね。で、そういう書き方だ、どうなるのだという風に、ちょっと他の人が心配したんですよ。どういうことかと言いますと、要はね、呪文になっちゃうんです。ね。 えー、スローガンになってしまうんです。この言葉を何かそらんじて言ったら、覚えたりなんかしたらね、すごい効力があるぞ、みたいに勘違いしそうなんですよ、人間というのは。で、聖書が言ってる祈りというのは、これは呪文じゃありません。おまじないでもありません。ね。それを覚えて祈ることは、これね、あの、悪くはないです。 でも、ついつい人間の弱さとして、この祈りを丸覚えしてそのまま祈ったら、いつでも聞いてもらえそうな、そんなような感覚に人間は陥りやすいんですね。ですからね、私たちは注意しないといけないです。そしてよくよく言われる、いわゆる他の呪文みたいな、おまじないみたいなもんにはそんな多いでしょう。とにかく何回も唱えたら、その、聞かれるとかね。 イエス様はっきり言いました。ね。このおまじないように何度も何度も繰り返す必要はないというふうに、繰り返してはいけませんというふうに言いました。祈りというのはもともとそういうもんじゃないんです。まあこれはね、有名な主の祈りというものですね。マタイの六章に書いてます。で、この主の祈り、ものすごい有名なので、多くのクリスチャンはね、これ、丸暗記してます。ね。言えるんかって、ちょっとあんまり知らない。<laughs> 私はね。 で覚えてもいいですよ。覚えてもいいですこれはね、まじないじゃないんです。呪文じゃないんです。唱えるのはいいですけど、本当のこの意味というものを教えられて覚えて、この善知善能なる神様に対して語るんです。その自分の思いを語るんです。例えば、私はあの、あの、正直言いましてね、例えばね、私たちに日ごとの糧を今日もお与えくださいって。 食事を与えてくださいっていう祈りね、したことないですね、私はね。あの、食前の祈りしますけどね。でも、今日の昼ごはん与えてくださいって、今日の昼ごはんで作ってくれへんねんって、そういうことあったとしてもですよ。<laughs> くださいって祈ったことないです。でも、長い歴史見てたら、 私たちが日々の糧を心配せずにもらえてるという時の方が圧倒的に少ないわけですよ。で、この祈りを本当に心からした人なんていくらでもいるんです。でもこれ、呪文じゃないからね。あの、しなければならないわけじゃないんですね。で、私たちは神様に祈る。で、私たちは、その、例えば、私はね、この祈りよりも、どちらかというとあの、ラインホールド・ニーバーのね。この、なんか、難しい出来事みたいなときに、 神様、これね、変えることできるんでしょうかいや、変えれないものなんでしょうかでよう分かりません。っていうような言い方で神様に祈ることあります。よく分からないので、教えてください。知恵を与えてください。とかまた、これ絶対変わらんなと。これ変えようがないなと。変えようがないことはですね、もうどうしようもないんだから、この平穏に、静音に受け入れないとね。 どうすることもできないんだから。じゃあ、その、お、心を与えてください。っていう祈りもあよくあります。よくします。え帰れるんだったら、帰れる勇気を与えてくださいっていうこともあります。ですから、知らない間に、まあ私あの、ラインホールド2番の祈り好きだから、知らない間にそういう祈りになるわけですね。言葉になるわけです。その、あの文言を言わないといけないっていうわけじゃないんですね。そのことを覚えてください。 じゃあこれがいわゆる聖書が進めてる祈りです。神様とのやりとりです。関係です、えー。相談です。話し合いです。訴えです。それが聖書が言ってる祈りなんですけども、じゃあ、イエスが行った祈りについて続きを見ます。イエスがあのペテロとヤコブとヨハにここにいて、 そして私が祈る間、ここにいなさいというふうに言われましたね。じゃあ、この時イエスがどんな祈りしたかというと、33節、マルコの十四章に戻ります。33節。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた、ここまで、今さっき見た。続き、イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて、 目を覚ましていなさい。というふうに言われたんですね。まあ、異常事態だと言いましたけれども、この、この祈りの状況も、今までの祈りの状況となんかえらい違いなと。なんか異常な状態だなと。イエスは深く悩み、もだえ始めっていうふうに言われてるんです。そんな状況でイエスがここで祈ったということを、マルコの愚署に記されているわけですね。はい。2点目を見ます。 2点目イエスはどんな方なんでしょうかイエスとは一体どういう方なんでしょうかイエスはですね聖書から見たら神が人となってこの地上に来てくださった完全な人だというふうに言います神が人となってくださったね。そしたらですよ神が人となってきたんだったら神様に祈るってどういうことやねんやとね 父なる神様に向かって、子なるイエス様が祈ってると。両方神様やって、どういうことやって。これ誰でもちょっと、もう訳がわからなくなりますよね。で、これはね、確かに訳がわからないです。子なる神なるイエス様が、父なる神なる神に祈ってるって、これどういうことやと。でも、 これ、私たちの頭ではね、理解不能なので、今回はこう覚えてください。イエスとね、父と神、父なる神はね、これはね、はっきり違う人格なんです。人格って神格ね。違う神格なんです。違う神格。いわゆる三味という、あの三の威嚇。 神格。ね。違うものだというふうに聖書ははっきり言ってます。ですからイエスは神様に向かって祈ったんです。私たちが祈るように。でもその祈る状況はなんかだいぶ違いますよね。深く悩んでっていうふうに書いてますね。じゃあどんな祈りだったでしょうか次に書いてます。イエスはどんな方かを見る中で続けていきます。祈りの内容が出てます。35節。それからイエスは少し進んでいって地面に ひれ伏し。できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。そしてこう言われた、アバー父よあなたは何でもお出来になります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように、という祈りの言葉になってますね。 大きく二つのこと言っています。一つは、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと。できることなら、この杯を私から取り去ってくださいと。できることならね、この状態から、この異常事態から、私を、その、救ってくださいという祈りなんですね。でも、 その最後に、しかし、私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにということで、最後はこのように祈ったんです。で、こういう祈りをね、この3度もね、このイエスさんはされたというのはこの後出てきます。ですから、私たちがやるような祈りと、だいぶ違いますね。まあその意味で、異質な祈りというふうに、えー、今日テーマをしました。 イエスはこのような祈りをしたんです。聖書から言ったらイエス・キリストというのは救い主。私たちをこの罪の結果から救いね。そして私たちのこの地上で大きな祝福を与えるために救い主となってきてくださいました。そしてあの十字架に今から 向かっていってくださるんですね。実はこの苦しみというか、この異常状態の究極な姿は十字架ですよ。この十字架に向かっていく中で、イエスはこの直前に、この次の日には十字架にかかります。苦しみを受けます。その苦しみを受ける前にね、このように祈ってくださったんです。そして祈りの中で、 私の願う、望むことではなく、あなたがお望みになることがなりますようにということで、これはですね、えー、自分の願いよりも、父なる神様の望み、願い、または御心を行ってくださいというふうに祈ってくださったんです。でこれがね、私たちが信じるように、 勧められている救い主です。イエス。そういう方なんです。この方は、自分のしたいことよりも、神様の見心を第一に求めてくださった方なんです。なぜでしょうかそれが一番素晴らしいことだということをわかっている方。そして、私たちのためにそれを求めてくださったんです。あのですね、あの、 イエス・キリストがあの十字架で苦しまれたのは、この、杯、まあ、とかね、出てきますけど、この杯って言ったら、苦しみの杯みたいな意味ですね。それをですね、逃げようと思えば、いくらでも逃げれたんです。で、逃げれたらどうなったんやって言われたら、これちょっとまあ、これも難しいんですけどね。で、もしこれね、あの、過ぎ去らせてくださいで、ここで終わってたら、どうなってたのよ。 神様がはい、過ぎ去らせたと言ったら、十字架がない。十字架があったら救いがない。そのことをちょっと予想できないんですけども、聖書から見たらね、それもあり得ることだったんです。イエス・キリストは無理やり、この神様がやりたいことをですね、無理やりさせられたんじゃなくて、自分の意思でやったんです。今ね、二つはっきり分かれてるって言いましたね。 はっきり分かれているというのは神様の意志があって、イエス様の意志もあるんです。イエ神様のやりたいこともあって、イエス様のやりたいこともあったんです。そしてこの場面では、なんとね、この苦しみに遭うことは私にとっては嬉しくないと。喜びじゃないと。でも、あなたの願うことを私はやっていいですと。そうしてくださいというふうに祈ってくださったから。 求めてくださったからなんです。これが聖書が言ってるイエスという方なんですね。要は、私たちのことをね、もうどこまでも心配しているということです。私たちのことを優先に考えてくれるということです。神様の見心というのは、すべての人が救われて、皆が神のもとに立ち返ることです。この地上で祝福を得て、そして天に帰っていくことです。そしてそのためには、 このイエス・キリストの身代わりの死がどうしても必要だった。そのことを覚えたときにね、イエスは、じゃあ私はこのあなたのお心を選びますという方なんですよ。こんな言葉ありますね。これは新約聖書で、えー、そのイエスの祈りについてのことについて語っていることです。ヘブル人への手紙の5章の7キリスト冊。 肉体を持っている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。と書いてます。ご自分を死から救い出すことのできる方、これが父なる神です。ね、今今日考えているのは、三味一体のこの三味がね、別だということですね。さあ、別の神が、 ね、この神は自分を死から救い出すことができるんです。でもこの神に対して救ってくださいって言ったんじゃなくて、あなたの願うようにしてくださいって、大きな叫び声と涙を持って祈ってくださった。そしてその祈りの結果として、この私たちに救いがもたらされたんです。で皆さん今度ね、えー、頭入れ替えてください。この別格の神様、父なる神様の 思いにちょっと考えてくださいね。こんな子供がいたらどんだけ可愛いでしょうか。あの今なんかあの渋沢栄一ね、8時やってますけど、この間この日曜日の最後にこんなん出てました。まあ、今日あのこの日曜日はあの一郎エモンって言うんですかね、そのお父さん亡くなったんですよ。で亡くなった一郎エモンはなんかすごくこの子供たちに対してね、あのいろいろ心配ってて、うーん。 なんか、習字のお手本を自分が書いてたみたいな。それが今でも残ってまあ今でもでも 100, 100年ちょっと前ですからねあああ。そう、おじさんなかったらもうちょっと前か。えー、その残ってるんですね。えー A、一にも、またお姉さんにも妹にも、お父さん自らが習字のお手本を書いた。 それとか、威嚴と言ってね、いわゆるあの、教えですよね、父の教え。まあ、これは、あの、論語とかね、朱子学から多いんですけども、そこから引き出して、えー、人間を変わって生きなければならないっていう、その、威嚴をたくさん語ってるんですけどそれを渋沢栄一が後から、このね、まとめたというふうに言ってますけどね。まあ、できたお父さんというかね。で、まあ、お父さんお父さんで栄一みたいな子ができて、もう誇らしいみたいな、最後。 そういう様子で締めてましたけどもこのこういうね子供を持ってる親ってどれだけ誇りでしょうかそしてこのこういうこうね父なる神様は私たちのために捨ててくださったというんです私たちが永遠の命を得るためにこの一人子であるイエスを 捨ててくださったというですね。あの十字架の上で裁かれることを良してしてくださったというふうに聖書は語るんですね。こんな出来のいい子というかね、こんな立派な息子をこの私たちのためにね、この身代わりとして、この苦しみの中に置いてくださった。いや、苦しみの極致であるあの十字架にかかられるままにしてくださった。これが父なる神様の思いだというですね。 さあこの父とねまあ本当に愛のあふれた父とねこの出来のいい子供、はいいずれも一つなる神だと聖書は言うんですが神は実にその一人子を与えたほどに世を愛された私たちを愛してくださったんですねその愛を皆様今神様から提供されていますこの方に立ち返らないかとね はい。最後、えー、自分に当てはめるとということで、まあ、私はこのマルコの勲章をずっと見ている中でですね、まあ、私のこの合言葉じゃないですけども、まあ、マルコでね、えー、愛しましょうということで、当てはめましょう、そして祈りましょうということをまずっと考えてきたんですね。あのー、聖書のね、出来事ということをただ2000年前の話と、えー、見て、えー、もらいたくないんですね。今私たちに、 語っておられます神様この神様が私たちに対して招いてくださっていますね。でこのこういう方にですね私たちは祈ることができるんですよ、ね。全知全能なる方というだけでもすごいあのいいと思うんですけど全知全能だから何でもできるからといって人間の世界でも もう、すごい能力を持っているからといって、必ずしも愛に溢れているとは限りませんよね。必ずしも性格いい人とは限りませんよね。まあ、ちょっと賢い人ほどなんかちょっと、角があるというかね。じゃないでしょうか。でも聖書は、善能かつ愛なる方。その愛なる方に私たちはいつでも祈ることができます。そしてその祈りというのは、 決まった文言はありません。私たちの心の中で、聖書の保管箇所では私たちが口で発する前に私たちの思いを神はご存知だというふうに言ってます。いや、言う前から私たちが何を言うか分かってるとも書いてます。そういう方に対して私たちは、あの、飾る必要はないんですね。分からなければ分からない。知りたければ知りたいと。 あの、先日ちょっとお話しした方はですね、まあ、ゆえあって5年間ね、ずっと聖書の話を聞いてきたそうです。で、聞いてきたそうなんですけども、でもですね、こうなかなかあのね、信じようと、しな、してないんですね。信じないと。で、信じないって言うんですけども、でもですね、このずっと話してる中でですね、自分が、 あの、信じたらいいなって言うんですけどね、信じないみたいな、そういう繰り返しを言ってたら、ずっと話してたらですね、あの、え、実は自分はね、信じたくないっていうことが、が自分で分かってきたみたいなんですね。自分ではね、信じた方がいいんですって言うてるんですね、言うてるんですけど、でも本心考えるとね、自分はね、信じたくないんだなということが分かった。 で、なんで信じたくないのかって言ったら、その自分がね、なんか縛られる、なんか神様に縛られて自由を奪われるんじゃないかなっていうふうに思ってるということが、だんだん自分で話しながら、だんだん自分で分かってた。自分の心が自分でよう分からへんって、まあ実はよくあることです。口でいいこと言ってても、実はこの中では、あの、信じたらいいなじゃなくて、ね、信じたくないと思ってる。 でこれは神様を信じたら何か神様の願うことばっかりをせなあかんとか。か神様の見心をやるというのは自分にとっては不都合だ、不自由だっていうふうに自分でね、思ってるんですよ。でも聖書はですね、決してそんなこと言いません。私たちの自由意志を無視して、私たちがした,ことしたくないことを無理やりさせるということはありません。 そして神様の願い神様がさせたいことというのは究極的には私たちの祝福のためです喜びのためですっていうことがね、えー、だんだん分かってくるんですけどその人の頭の中にはいやこの善能なる神様は私を不自,由不自由にしようとしてるっていうふうにもう信じてるんですで信じてるからその信じてる土台の上からね 申請行こうという思いが出てこないということが、まあ、あの、分かったみたいですね。ということで、まあ、私たちの、ね、心の中本当にこう、いろいろ複雑なんですけども、本当に心から自分の思いを神様に打ち明けることができます。この今日考えた、この異質なね、特別な祈りをしてくださった、ま、イエス様がですね、私たちに招いてらっしゃいます。 すべて弱さは私が担うとおっしゃってますのでぜひですねこの方の前に立ち返ることを心からお勧めして終わりたいと思いますでは最後にお祈りしましょう生ける誠の神様、えー、今日この月世までの記事からあなたについて考えることができましたから心から感謝しますいいですかこの地なる神様に祈るという本当に難しい 箇所ではありますけれども実際にこのように祈ってくださったということそして実際にこのイエスが父なる神様の御心を選び取ってくださったということ自分の意志で自分の思いで私たちに対する愛のゆえにこの祈りを捧げてくださったということを今考えることができましたどうかここにいらっしゃる方々がこの神についてイエス様について緩やかく知っていくことができますようにこれを開いてこの方に の元に近づくことができるように助けてくださいあなたの祝福を感謝しつつ尊いイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン